皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあ毎度毎日ここ数日ねやらさせていただいている J リーグニュースの第13弾について紹介していきたいと思います。まあこのねサムネにとって載ってる通りね、まあ長澤選手、斉藤選手、塩田選手の他にもね、いろんな、ね、面白いニュースだったりもあるんで、まあそちら取り上げさせてもらってますし、まあ何よりこの3選手がね、今日のところで非常に面白い移籍だなと思いましたんで、まあそちら重点的にやっていきたいと思いますので、最後までご覧くれれば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日は一つ目の方からね、まあ結構盛りだくさんの内容になっていると思います。一つ目です。まあ題名にも書いてある通り、大分トリニータがですね、ベガルタ仙台に所属する長澤俊選手の獲得に動いていてね、まあすでにその契約、まあ移籍というところがね、濃厚という形になりました。長澤選手はですね、ベガルタ仙台で今季は33試合に出場して9得点という活躍をしたプラスですね、まあ、副主将というところも務めるなどね、苦しいシーズンでしたけど、ベガルタ仙台のピッチ内だけでなくね、ピッチ外というところにもね、おいて、ベガルタ仙台を支える存在になりました。ピッチ内のところで言うと、192センチとね、日本人離れした身長に加えて得点感覚も備えており、まあその他にもですね、守備意識というところも高いのがこの長澤選手の大きな特徴だと思います。昨シーズンのオフにですね、大分トリニータは藤本選手だったり、まあ藤本選手はシーズン途中でしたけど、オナユ選手というところもね、移籍してしまったことによって、まあ、今シーズン知念選手だったりというところはいましたけど、センターフォワードの絶対的存在というところがね、不在している中での、この冬のですね、長澤選手の獲得に動き、まあ、移籍金を支払うとともに、この長澤選手に対して複数年契約を提示しているとの報道もありますので、まあ、おそらくね、ベガルタ仙台の遺留というところは難しい状況を強いられているのかなと感じています。大分トリニータはですね、今季リーグ16位となる36得点というところに終わってしまった攻撃陣の活性化をするためにもね、まあ、大分トリニータとしては、なんとしてもこの長澤選手の獲得を熱望しているのに対してですね、まあ、ベガルタ仙台としても2年連続でチームトップスコアラーのこの長澤選手というところもありますし、まあ、キャプテンというところも務めた経験もあるこの長澤選手を手放したくないとね、思っている両チームの、まあ、争いというか、移籍の構想はね、まあ、あと長澤選手の決断というところに身を尋ねる形になっていると思いますので、まあ、こちらね、非常に面白いニュースだなと思いましたので、今回取り上げさせてもらいました。まあ、今後のね、進展もありつつ、まあ、また紹介できればなと思いますんで、一つ目の J リーグニュース、こんな形になっています。はい、ということですね、二つ目の J リーグニュースはですね、まあ、題名でもわかる通り、浦和レッズが栃木 SC に所属する塩田選手の獲得に動いているということがわかりました。塩田選手はですね、今シーズンの途中にですね、怪我をしてしまい、12試合の出場にとどまってしまったものの、かつては、FC 東京だったり、大宮アルディージャなどでもプレーした経験もありますし、来年は40歳を迎える年になりますけど、塩田選手の獲得には、自分自身も結構ね、この浦和レッズの狙いにはね、結構衝撃を受けました。浦和レッズは守護神として西川選手が現在在籍していますし、次世代の守護神候補として18歳の鈴木選手がいる中で、いる他ですね、福島選手だったり石井選手が移籍の可能性があるのか、まあどうなのかというところでこの獲得に動いているのではないかと個人的には予想しました。西川選手とね、この若い鈴木選手というところは、まあ移籍しにくいというか、まあ移籍のところを考えにくいというところを考えると、まあゴールキーパーのね、まあ福島選手、石井選手の多少入れ替えがあるのかというところがね、まあ自分的には、予想的には考えました。若返りを図る浦和レッズの中でこのベテランの翔太選手が加入することとなれば、まあ、チームの引っ張り役として非常に重要な役割を担うことになりますし、またですね、若手のお手本として貴重な戦力になることと思われます。これからの、この翔太選手の移籍がね、浦和レッズの移籍が実現すれば、その他浦和レッズのキーパー陣にね、何らかの動きがあると思いますので、まあ、この翔太選手の移籍が決まり次第、まあ、その、浦和レッズのね、ゴールキーパー陣の移籍だったり、今何らかの動きがあると思いますんで、そちらもね、追って紹介できればいいのかなと思っています。はい、ということでですね、続いて3つ目の J リーグニュースなんですけど、まあ、同じチームから同じチームに移籍ということで、まあ、この題名にも書いてある通り、湘南ベルマーレがですね、鹿島アントラーズに所属する山本選手の完全移籍での獲得と、名護選手のですね、レンタル移籍が決まりましたんで、そちらね、2選手同時に紹介できればいいのかなと思っています。まあ、まずね、山本選手の方から紹介していきたいと思います。まあ、この山本選手の移籍の報道が出る前にですね、昨日昨日ですか。まあ、今日この移籍の報道が出たわけなんですけど、
まあ、昨日にザゴ監督がインスタに投稿してしまったことにね、少しざわついた移籍でしたけど、まあ、今日ね、無事発表されたということもありますんで、正式に発表がされました。山本選手はですね、2014年にジュビロ磐田から鹿島アントラーズに移籍をして、7シーズン在籍をしました。今シーズンはですね、長戸選手だったり、杉岡選手との、ね、左サイドバックのスタメン争いなどもある中、シーズン終盤には出場機会があったものの、1年間を通して考えるとですね、あまり出場機会には恵まれなかったシーズンなのかなと感じています。実力派のサイドバックとして獲得できたので、湘南ベルマーレからしてもね、とても大きな補強となったと思いますし、湘南ベルマーレの面から見ると、今シーズンね、ブレイクした畑選手っていうところがね、左のウィングバックを務めているということもありますので、まあ、来季のね、スタメン争いというところも楽しみな部分でも感じています。続いてはね、名護選手の方を紹介していきたいと思うんですけど、名護選手は来シーズンいっぱいのね、まあ、来シーズンいっぱいのレンタル契約ということで、まあ、鹿島アントラーズの対戦は出れないという形になっています。名護選手はですね、2019年に順天堂大学から鹿島アントラーズに加入をし、今シーズン8試合の出場に留まってしまいね、まあ、あまり名護選手自身からしてもね、充実したシーズンとは言えなかったのかなと感じています。まあ、鹿島のレジェンド的存在でもある内田篤人選手などもね、期待しているこの名護選手の逸材でもありますんで、来季は湘南ベルマーレで経験をしっかりと積んで、まあ、それ以降ですか、来シーズン以降鹿島アントラーズで活躍できる日を、個人的にもね、期待をしています。まあ、この2選手通してね、湘南ベルマーレとしては斉藤選手だったり鈴木選手っていうところがね、まあ、早くも移籍が決まってしまってるのに加えて、まあ、金子選手だったり坂選手ってところの移籍の噂などもありね、まあ、主力の放出が止まらない状況の中で、まあ、このベテランの山本選手と、まあ、若いね、名護選手を獲得できたのは、とてもね、非常に好材料のところだと思いますし、大きな補強になったのかなと思いますので、まあ、来季ね、浮島監督が続投っていうところが決まってますんで、来季の湘南ベルマーレというところもね、注目していければいいのかなと感じています。はい、というところですね、今日の最後の J リーグニュースを話していきたいと思います。まあ、こちら非常に今冬ね、この冬衝撃を一番受ける、実現すれば一番衝撃を、ね、受けるニュースになるのかなと思います。題名でも分かる通り、名古屋グランパスはですね、川崎ロンタレに所属する斉藤学選手の獲得に動いているということが分かりました。まあ、先ほども言いましたけど、この移籍が実現することとなれば、この冬最大の衝撃を与える移籍になるのかなと思われます。今季ね、斉藤選手は25試合に出場し1得点ということで、まあ、得点には物足りなさを感じるものの、持ち前のドリブルというところもね、かつての斉藤学選手の切れ味というところも戻ってきて、川崎ロンタレの優勝に大きく貢献したと思われます。今季の最終戦に勝利して ACL 権を獲得した名古屋グランパスはですね、来季に向けて精力的にね、選手の獲得に動いており、まあ、すでに移籍の噂がたくさん出ている中での、今回のね、斉藤学選手の移籍の話でした。今季のサイドプレイヤーのところで言うとですね、前田選手だったり相馬選手含めて、まあ、ドリブルに特徴を持つ選手が非常に多いなという個人的な印象で、まあ、このね、斉藤学選手の移籍が実現すれば、来季11年ぶりの J リーグ制覇というところも大きく近づくのに加えて、 ACL でのね、戦いというところも非常に期待できる補強になるのかなと感じています。今季ね、 J リーグ全体でコロナの状況によってね、赤字経営が目立つクラブが多い中で、この名古屋グランパスはね、まあ、来季にタイトル奪還に向けて強気な補強というところもね、自分自身びっくりしており、 J リーグサポーターにもね、大きな衝撃を与えているのかなと思います。まあ、かつて横浜F・マリノス時代にはですね、日本代表にも選出されたり、浜のメッシと言われるほどね、非常に活躍しましたし、川崎ロンターレでは、優勝も経験しているというね、この斉藤学選手が名古屋グランパスに加入することとなれば、まあ、来季のタイトル奪還に向けて名古屋グランパスは恐ろしい補強になるのかなと思います。まあ、朝ね、この斉藤学選手の報道を見て、非常にね、自分自身、まあ、声を出してね、っていう感じで受けたぐらいのね、衝撃のニュースでしたし、まあ、今後のね、進展っていうところも期待しつつ、まあ、見ていければいいのかなと思いますし、まあ、このね、年末に向けて、いろんなね、大物選手が移籍するなどもありますので、まあ、今後もね、この J リーグニュースで取り上げていければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この方がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、最後にも言った通りね、まあ、この年末に向けて、まあ、年始っていうところもね、ちょくちょく移籍っていうところが出てくると思いますけど、まあ、この年始特にね、年末ですか、いろんな大きなニュースっていうところもありますんで、まあ、個人的にもね、いろんなニュースを取り上げていきたいと思いますし、まあ、Jリーグサポーターいろんな方がね、楽しめるような、全部は取り上げることはちょっと難しいと思いますけど、いろんなね、各クラブの、移籍っていうところを取り上げていければいいのかなと思いますので、頑張っていきたいと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。
バイ。